そろそろ入ってこい。さくらちゃん、サイに牙、ゲジマヤまで。ナルト、あんたに話がある。え？今、さくらちゃん、なんて言ったの？だから、ナルト、あんたのことが好きだって言って、もう何でもないって言ったの。あんな人を好きでいた私がどうかしてたって。でもなんで、どうして、こんなとこで冗談言っても面白くもなんともねえよ。さくら、抜け人で犯罪者である人を好きでいる必要だから、ナルト、あんたとの約束はもういい。どういうことに。ったく、こういうことか。なんで急に俺。だから何もないわよ。あんたを好きになった理由なら。さくら、お前は。サスケ君はどんどん離れていくだけ。でも、ナルト、あんたはいつも私のそばにいてくれた。私、気づいたの。ナルト、あんたの本当の姿に。でも、サスケ君は罪を重ね、私の心を砕くだけ。でも、ナルト、あんたのことはこうして触れていられる。安らぎをくれる。心の底から。いい加減にしろ、さくらちゃん。そんな冗談は笑えねえって言ってんだよ。何キレてるの？私はただサスケ君からあんたに乗り換えただけのこと。俺は自分に嘘をつくような奴は嫌いだ。私が自分に嘘をついているって。私が嫌いなら正直に言えばいいじゃない。勝手な言い訳をつ、そんなことを言うためにわざわざ。そんなことって、女の子が告白することがそんな軽いことだと思う。キュービの準中力で暁に狙われてんのよ。少しは自分の心配。今すぐ里へ帰ってきてほしいから、あんたを追ってここへ来た。それだけよ。苦しい言い訳にしか聞こえねえってばよ。私はもう犯罪者になったサスケ君なんて何とも思ってない。だから私との約束も、もう。サスケは家族や自分の一族が大好きだった。愛情が不敬やつだから余計に許せ。さくらちゃんとの約束がなくなっても関係ねえよ。俺は俺自身でサスケを助けたいと思う。もう本当のこと言っちまった方がいい。バカー！もういい。私は行こうぜ。